はい、みなさんこんにちは。 任講師の佐々木美です本日は出陣式ということであの本試験やあのちょっと前にしてこれからです、ね、もう皆さんあの結構なテンションだと思うんですけれどもあのぜひ今年突破していただきたいと思いましてであのまず私がです、ね、本試験に向けての心構えこれを約10分ほどでお話をいたしましてでその後卓択一記述の出題予想、まあ、残り今だけやっとけというところをあのお話ししていこうかなと思いますがまず私はトップバッターです。 であの今年初めての方もいらっしゃると思いますし、もちろん、ねえー、あの2回目ですとか、も今年、えー、合格するぞという形で、えー、本番で臨まれる方にと、えー、ってです、ねあの、まず今年本試験案内、ずいぶん形式化が変わっておりますね、えー、ですからあの必ず本試験案内はあの、特に初受験生の方はあのしっかり読むようにしておいてください、えー、あの例えば、ね、定規使っていいのかと思っていると、今年からもう定規はカバンの中にしまえとか。 っていった指示も入っておりますのであのー、ね、本試験案内例えばペットボトルとかあそういった細かい指示まで、えー、意外に注意深く書かれておりますので特に本試験案内の4ページですね、えー、そちらを改めて読むようにしておいてくださいで、本試験案内手元にもうないよっていう方は法務省のホームページからでも見られるようになっておりますので、えー、そこはしっかりよく読むようにしておいてください であと、ねえー、そこにも書いてありますけれども特に遠方等で、あのーね、交通遅延とそういったものは考慮されないというところになりますのであの特に遠方の方はあのできるだけ早めに本試験会場の近くに行くというところにな,りなると思いますけれども、あのーねえー、すごく早めに着いたとしても受験会場に、あのー、入れないところもあると思います大体いい8時から会場といったところなので、えー、9時には着席なんですが8時には会場となっておりますので結構早めに着くよという予定 の方は近くにファミレスだとかそういったものがあるかどうかを確認しておくといいんじゃないかなとあとお昼ご飯なんかも特に都市部なんかにおいては近くのコンビニなんかはもうね物何も売ってないとお昼ご飯食べられないというんじゃしかたがないのであの地元の方で買っていくだとかあそういったことも含めて当日考えるよりはもう今のうちからあどこで買っとこうとかあ何買っとこうとかあそういったことまでえあのもう今から計画立てといてくださいというところです。 であと、まあそうですね、本試験会場を着いてからは特にです、ね、あのトイレの場所だとかそういったものを確認していただきたいというところなんですがあのもちろん、ね、本試験の本番の時間で、えー、トイレに行かないのが一番望ましいんですけれども場合によっては途中でお腹痛くなっちゃったとか。 あと場合によっては、まあ、あのこのあとちらっとお話をしますがあの特に、ね、できる方にありがちな話なんですが結構今まで順調に来ている方あの、ね、例えば、模試だとかトーレンの結果もすごくいいとで今まで解けなかった問題がないといったところでそういった方にとって本番で突然頭真っ白になっちゃうという方たまにいらっしゃるんですよ。 でえー、そうするとあの、ね、今まで順調に解けていたなんてことのない例えば午前の右の民法の問題で喪、えー、民法の物件の問題だとかで突然「晴れ?」って思って、えー、真っ白になっちゃってで、えー、そういった時に頭切り替えが必要だと。 でえー、そこ分からないあれと思った問題を、えー、とあのしつこくしつこく読んでると、えー、どん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 頭パニックになってくるので、えー、そういったところなんかにおいては、まあ、トイレに行って切り替わりをするだとかあっていうのも作作者としてはありなんですけれども、まあ、行かないのに越、えー、したことはないんですけれどもで、えー、そういった意味で、まあ、トイレの場所を確認しておくことあとは今言ったような例えば頭真っ白に仮になった時の策、えー、を自分の中でいくつか用意しておいてください。 で、えー、今言ったあ一つ切り替えのためこれ最悪のパターンなんですがあトイレに行ってリセットするでトイレに行かずとも特に午後の部なんかにおいてはトイレに行ってる時間なんてものはもうないと思いますのでですから択一でパニクっちゃった時にはあったもうその問題一旦捨てて次の問題に行くもしくは科目を変えるとかね と、えー、というところで、えー、一旦リセットする、ねあのねえー、どん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 考えていくと、えー、どん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 頭パニックになってて焦ってで今度、えー、無駄に、えー、別の問題に入ってみてもキアレスミスが生じたりということをたまにいらっしゃるんです。 でえー、そうするとおそこで、えー、パニックになった問題きっかけでバツ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 みたいな、えー、すごくできる方でもそれによって本試験、えー、残念な結果に終わってしまったという方も中にいらっしゃいますのであの、ねえー、問題飛ばすう、ね、科目を変えるもしくは例えばあ大きくもう30秒捨てて、えー、もですね深呼吸してみるだとかあ目を閉じて大きく深呼吸をするだとかそれでずいぶん違ってきますので,で、えー、それ以降無駄にボロボロケアレスミスが出るよりは30秒捨ててでも、えー リセットする策これを一旦まあ、想定しておくだけでも随分違ってくると思いますので、えー、そういったものも念頭に置いといてください。あとですね。あの本試験会場をついてみて。まあ,あのね文字だとかでもされてたと思うんですが、あの席着席してからね、えー、答え。あの問題配り始めるまでに。 ああるる程度時間あると思うんですよもちろんトイレに行くであの特に都市部なんかにおいては女性用トイレ並んでると思うんですがであの例えば8時半8時過ぎぐらいに会場着きますよねでトイレ行きますけれどもでその後お結構することをね最後の最後の確認素材として例えばまとめノートだとかあのまとめのなんか自分のねまとめノートとか今まで使ってきたレジュメこれが一番いいと思うんですけれども最後の最後にまるっと覚えるための図表だとか。 えー、そういったものをいくつか想定して持っていくといいと思うんですがただあの意外にそういった会場について何か最後に丸暗記して覚えようと言っても多分頭入ってこないと思うんですよ、えー、緊張してる人は。で、えー、図表を眺めてても眺めてても上の空で何か周りの方が気になるしとかああいう状況ででもそこでも大事な30分ですよね朝直前の30分ですからだったらウォーミングアップ的に問題を解くのが良いかなと思います。 で、えー、それもねあのー、特に今まで解き慣れた問題で素材としては過去問なんかがいいんじゃないかなと思いますけども、えー、今まで、えー、あのね、えー、ちょっと苦手な分野でも何回か解いてる分野の問題だとかあっていうところを解いていった方があのむしろ時間を有効活用できるんじゃないかな無駄に、えー、やばいやばい図表が頭に入ってこないだとかあってパニックにな今始まる前からパニックになるよりは。 あ、ウォーミングアップをするだとかああっていうのが良いかなと思います。あと、昼休憩なんかにおいてはあの特にですね。もう午前の結果っていうのはもう振り返っても仕方がないですから。えー、あの問題どうだったっけな？とか考えるよりはですね。あのなんか、もうすごくすごく難しかったなとか。でも解いた後の自分の時間に自分が難しかったら人も難しいんですよ。そうすると点数下がるんですよ。いちいち気にしても仕方がないんですよ。 であの解いった実感と実際の点数というのは結構違うこともありますので、えー、そういった意味においてはもう過ぎたことはともかくとして午個の部に向けて、えー、最,最後確認しておきたいものはどれなのかあといったところを意識して、えー、過ごすといいかなと思います。ですからそういった意味ではお昼はあのね、えー、むしろ友人かなんかいたとしてもですね、えー、お昼は一人で過ごす方があ良いかなと思います。 えー、その後ま阿、あ、音試験、まあ、あの特に午後,部なん午後の部においては、えー、時間との戦いというところになってきますけども、えー、その時間対策に関しても、えー、特にねいいいつもとと違ううことはやららないようににたまにいらっしゃるんですね、えー、突然、えー、いつも卓一から解いてみたのに突然、なんか技術から解きたくなっちゃったとかあーっていういつもと違うことをして、えー、やっちまったという方たまにいらっしゃいますのでそうはならないようにいつもと違うと同じことをする。で あとあの特にです、ねえー、記述なんかについてはある程度、そこそこ自信がある方はもういつも例えば、小党法から解くとか不等法から解くって決めてる方も多いと思うんですがでも、そういった方でも一応問題ボリュームを見てくださいどっちも同じ35点なので、えー、問題ペラペラっと見て、えー、いつも小党法から解くだけれどもちょっとこの問題見ると、えー、小党法やべえなと、ねえー、問題ペラペラペラっと見て今年は不等法がまだましかなと。 だったら不等法から解いた方が不等法でがっちりそこそこの点数取れれば消灯法が裏面白紙でも結果、基準点は突破できますのでえそういった意味では不等法も消灯法も同じ35点なので,で裏面白紙でも受かっている人はいるんです。というところであのね特に記述なんかにおいてはえ全部埋めるのがあ一番いいのかと思っている人は多いですがそうではないです。 埋めるよりも確実に枠を仕上げることの方が結果点数にはつながります。例えば不動産登記なんかでもですね。あの例えばもあ模試なんかにおいてはあのね、えー、枠ごとの配点って書いてると思いますけれども、例えば枠の配点が一つ7点だったとしても、えー、そこの記載枠が10個ぐらい項目があったら。 もう時間がないからとりあえず全部事実認定できたけど目的原因だけ全部書いとけって言ってもえね10個記載がある中で拝点7点だと目的原因あってても結果8個間違ってたらその枠0点ですよね。となるとまずえ1回目申請は事実認定をしっかりしてえそして枠を埋める2回目申請が1個2個しかかけていなかったとしても1回目申請のところがそれなりに取れてればえ結果基準点を超えられますので。 え全部枠をとりあえずちょびっとずつだけでもなんとか書くよりも事、ね、実認定できたんだよっていうそういう変なアピールよりも、えー、枠を仕上げた方が結果点数にはつながるので、えー、裏面白紙でも焦るなというところであります。 まあ,あとはですねもうあのね本試験まで、えー、特にもう体調に気をつけて、えー、過ごす生もの食べるなとかね、えー、風邪には気をつけろとか、えー、体調管理には気をつけてとおいったところであ,のあとはもう、ねあの、ももううねここから先やったことっていうのはそうそう忘れませんので、えー、最後、できるだけ一番良いのはあ徹底的に問題を解きまくること、えー、最後の最後は読みまくるよりも、えー、問題解いて引っかかったものの方がそのまま記憶として残ります。ので あとは最後の最後は、ね、例えば「トーレン」とか「模試とかで出てきたレアな知らない知識を身につけるよりも、ねえーね、あの確実に足を切るだけの、えー、多分知ってるはずの知識、えー、でも、えー、いざ最後の二択でなった時には迷いそうな素材、えー、これをしっかり獲得していくといったところであとは基本を最後の最後確認するようにしておいてください。 ぜひですね、皆さん、あのね、ええ、百の、実力発揮できますように。ね、ご検討お祈りしております。ラストスパート頑張ってください。それでは、私の話をおしまいにします。はい、皆、えー、さん、こんばんは。えー、レクセン二講師の運動です。 それではあのいよいよです、ね、本試験まで残り2週間弱ということになりまして毎年恒例の,この本試験出陣式、こ今年もです、ね、実施することになりました。 さああのこのあと、私の方で、えー、今あの、佐々木さんの方でですね本試験、えー、突入するにあたっての心構えを皆さんにお伝えしていただいたところでいよいよ、まあ、実質的なあの山あての、ね、最後の山あてのところという箇所で私の方から卓、えー、一の午前の科目についての、まあ、山あてをさせていただきます。<laughs> えー、そしてあ午前じゃない,いや主,要科目だ主要科目についての,あの山あてをさせていただきますそしてあのマイナー科目の山あてを森山さんが、えー、そして最後に、えー、記述式の山あての部分を根本さんがです、ねや,っえー、やってくれるということになっておりますので、えー、皆さん、えー、私の後がすごいですからねあの2人が、ね、あの例年恒例の、えー、いつものあれをやってくれますから私は今日ガン として断りましたのであの絶対やらない絶対やらないっと言って断ってあのところが後ろの2人があのいつものあれ、ね、やってくれますから楽しみにしておいていただいてで根本少女はあれですよもういつもにも増してパワーアップするとさっき意気込んで甲冑を着ると言ってましたからいやー甲冑を着てその経費を誰が払うんだっていううねであの,あの払うんだと言ってました、まあ着るかどうかはともかくね。ね一応あの あれを上げていきますか期待値を上げておいて私はその前のところでうまく逃げ切りますのでではあの、今日う、えー、出陣式のところまずあの、レジュメのところをです、ね、開いていただきたいんですが、えー、私のところでは主要科目私はマイナン科目の方はあの皆さん方の,、ねまああのお金をいただいての有料講座で山手講座しておりますから、えー、ここではちょっと控えさせていただきます。で主要科目についてもうこの際ね 主要科目について、何かこうレジュメ等を渡されてもどうなんだという気もいたしましたので、ちょっと端的に山の部分のところを申し上げていきたいと思います。で、二ページのところにあります。総則。もちろん四問出題ということになるんですが、まあ、もちろん四問中、四問全部ね。新しいラッキーなんですが、えー、私の立場、立ち位置ですと。 本当に当たるとあいつ、絶対漏洩してるよって言われる立場になってきてしまいまして私は試験委員の先生とかと仲良くさせていただいているというのもありまして、えー、そこのところはあの試験委員の現役の先生たちもかなり、えー、気になさって、えー、もう最近では私はあの、えー、目も合わせてもらえてないと、ね、7月までのところはちょっと宇野さんと目を合わせるのはやめておくというふうふにこの間も宣言されましたのでなかなかあの漏洩を引き出すのは難しいんですがだからあの本当に聞いてませんよ聞いてませんけれども。 まああのちょっと全力で山当てをさせていただくと、まあ、民法総則の部分については失踪宣告で昨年あの4問目は成年非後見人と非補佐人でしたので、えー、それに相当する、まあ、制限行為能力者ないしは意思表示のところからとすると、まあ、失踪宣告のところが少し、まあ、サイクル的には危ないのかなとそして昨年も出てよかったんですが代理が出ていないので代理の部分は山当てとさせていただきたいと思います。そしてあ,のお、まあ、あなた としましては、えー、怖くはない論点ですが条件期限のところも最近出ていないということでここのところは、ね、ぜひ注意をしておいてほしいなと思います。そししてて表示の分野に関しては まあ九十四条二項、えー、ないしは十五条、九十六条等ありますが、その二十二年の六問目で出たようなです、ね、いわゆる、えー、意思表示についての到達受領、内いしは意思表示をする相手方がわからない時の、いわゆる工事による意思表示等について、えー、こういったところ、内いは関連の通知などとの違いなども、ですね、えー、出題されていたこの二十二年の六問目を、ちょっと今一度、皆さん、えーか、最後に確認をしていただくのが、えー、ちょっと、 怖い面もありましてねこちらのところをぜひ見ておいていただきたいと思いますそしてあのこれはあの特に3回目4回目以上の受験生の方に申し上げたいんですが、えー、特にパーロー受験生の方であのパーロー受験生の方が第4問目を落とす比率というのが非常に1年目受験生よりも高いのをご存知ですか1年目初学者の方たちが第4問目を落とすということはほとんどないんですね。 ところがパー,ローあの実践力よりもパーフェクトローラーいわゆる上級者の方たちの方が第4問目を不正当になってしまうつまり正解できないという可能性が非常に高いそれがなぜ起こるかと言いますと結局、この2週間弱すべ、えー、ての論点に目を触れるようなです、ね、勉強をしていないのが原因だと思います。 でこの2週間弱、ないしは10日のところで、えー、見ていない論点というのは正直、もう頭から抜けますので政権行為能力者、大丈夫、意思表示、大丈夫と思っている方が、えー、多くいらっしゃると思うんですが肝心の頭の中は大丈夫じゃなくなっているということが起こります、でですので第4問目を落としてしまうというのがそれが一番いい証拠なんですね、で第4問目、えーね、まさかベテラン勢、それも4回も5回も受けてらっしゃる方がなぜ4問目を落としてしまう。 でそれはあの大丈夫だということだけ覚えていてえ肝心の内容は大丈夫じゃなくなっているでそういったことが毎年のように繰り広げられますから特に、ねえー、民法総則代理、えー、条件、期限意思表示、まあ、大体、軽んじられる論点ですよところがあの当日えっ、ええ,え,え,えっていうことにならないように,です、ね、本当にあの最後の確認はしておいていただきたいと思います。 さあそれではじゃあ物件分野なんですけれども物件はやはり、ね、共有のところが正直危ない、えー、共有はあのこれからです、ねえー、ぜひ最後確認をしてほしいと,ところですそしてあの意外なところでは名人方,方法が最近出ておりませんので名人方法はあ正直、ねえー、ちゃんと見ておいた方がいいと思いますそして物件の消滅に関しましては決して怖くはない論点ですが近藤が危ないというふうに思いますので近藤、えー、のところは確認しておきましょう。 さあ単物に入りまして単物はあの昨年、担、え、保、ー、物件の横断型問題出てますから横断型問題出ちゃってるのでねリセットされてしまってるとはいえ、まあ、留置圏、7県のところ正直ここが定答圏以外ですよあ定答圏、ね、熱帯圏は毎年のように出ますからここで山とはあえて言っておりません。で定等権についてはもう あの例えば3ページの大価弁済、抵当権消滅請求そして賃借人のための明け渡し猶予そして同意の登記というのは本当に一例で抵当、まあ、権は正直どこが出てももう文句は言えないですが、抵当権以外のところで言うと留置権、質権が危ないかなと思っておりますさあ、そして皆さん気にされる債権総論の部分ですが債権総論は債権譲渡と債務引き受け、えー、ここは最近出ていません。債権譲渡債務引き受けは正直危ないないと そして第三者弁済による代、ここも出ていない、でここはの苦手とする方が多いところですから、第三者弁済の要件、弁済による代のいわゆる要,要件というか、その利害関係があるなし、法律上の利,利害関係があるなし、こういったところは確認をしておいてください。 そして記述でも危ないというふうに申し上げたんですが、大仏弁災こちらも宅一では危ないかなと思います。特に債権を持って大仏弁社大仏弁災した場合のねお話なんかは。えー いわゆる不動産でもって大仏弁済するなんてコテコテ論点は落とさないと思うんですが債権を持って大仏弁済する論点例えばじゃあ債権を持って大仏弁済したとき大仏弁済した債権の債務者が無視力だったらどうするのかもう言いませんよ言いませんけどあの皆さんの方で一、ねえー、つ確認をしてほしいところですそして債権については続いて債権の準占有者に対する弁済、ねえー、こちら478条準、ねえー、占有者に対する弁済についても確認しておきましょう。<coughs> さあそして第三者のためにする契約で第三者のためにする契約はあの大きく出る論点ではありませんけれども債権法改正でちょっと変わるところでもありまして第三者のためにする契約、まあ、出せるのは今年最後かなというふうふに思いますからこちらも確認ししておきましょうそしてちょっと債権の多いんですけども総裁。 で総裁についてはこれ二十五年のお二十五年の二月二十八日最高裁があちょっと気になる判例を出しております。でこれ読んでいきますが。 すでに弁済期のある自動債権と弁済期の定めのある受け方債権とが総裁適場にあるというためにはえ受け方債権につき期限の利益を放棄することができるというだけではなく期限の利益の放棄または喪失等によりその弁済期が現実に到来していることを要するつまり受け方債権については弁済期未到来であっても 自動債権についてだけ弁債機が到来していれば履行強制ができるから、ね、自動債権についてだけでも弁債機が到来していれば総裁することができるんだと皆さん覚えていたと思うんですで受け方債権については期限の利益を放棄すれば足りるんだから弁債機未到来でも総裁ができるとされていたのをこの25年最高裁判例、えー、変更しておりますですから受け方債権については <coughs> あの期限の利益の 放棄をすることができるというだけではなく実際に期限の利益の放棄または期限の利益の創出自由が該当することにより、えー、その弁済期が現実に到来しているということでなければ、えー、これは自動債権をね、弁済期到来しているだけで総裁を認めないと。 ですから今までは自動債権さえ弁債機到来していれば受け方債権は弁債機未到来でも相殺できるで丸だったんですがこれ、えー、もはやあこの判例後は、えー、罰になりますからね受け方債権については弁債機未到来でも相殺できるという問題が出たら罰になりますのでそこ注意してくださいで行政書士の試験で昨年、えー、あ一昨年かちょっとこれあの出ているということもありましてねあの行政書士の方に先んじられて出ているということもちょっと注意が必要だと思われます。 でえー、受け方債権について、えー、弁済期未到来でも、総 <coughs> 裁できる、罰ですからね、罰ですので、えー、注意をしてください、受け方債権についても、期限の利益を実際に放棄する意思表示をするか、または期限の利益を喪失する何らかの自由が生じるなどして、その受け方債権の弁済期が現実に到来しなければ、総、え、裁、ー、することはできないとなってますので、そこは要注意とさせていただきます。 では次各論に行きましょう、うん、格論はあの委任契約が危ないと思います委任契約順番からいくと委任契約が一番危ないかなと。 さあそして昨年不当利得に当たるようなあいわゆる極物というかね、えー、これ出るのっていうものに関しては組合か事務管理が悩んだんですけども事務管理かなというふうにですね、えー、予想しました事務管理については、まあ、横断型整理の問題で来るというよりか単体で来る昨年の不当利得のように単体で来るということが予想されますので事務管理の論点はしっかり確認をしておいてくださいさあそして親族相続親族相続はもう何といっても平成8年判決。 で皆さんご存知かもしれませんけれども嫌なニュースね、まあ、これはあの山手講座でも言ったんですが、えー、今国会もう相続法の改正案 成立すする見通しで,すで私の見通しじゃなくてそういう見通しだということを、まあ、現役の今日本司法書士会連合会の理事をやってらっしゃる先生司法書士の先生から聞いた話です。で今国会中に成立してしまいますと来年の4月1日施行というのは避けられない見通しだそうなんですね。 で相続法改正ですよよ法法じゃないよ相続法の改正で相続法の改正が来年の4月1日施行になってしまうと来年、えー、実は相続法改正法のもとで試験を受けなきゃいけなくなるということがにわかにこう出てきてしまうとただ、えー、相続の改正は改正としてはちっちゃいです。 全然恐れるに足らない、ちっちゃいし、その皆さん方が今まで、ね、たくさんの改正をくぐり抜けてきたであろう皆さん方にしてみればあ全然余裕というふうに思われると思いますところが、ね、あの実務家はそうではない実務家は今、非常にこの相続法改正に関してかなり危機意識を持っております。といいますのも混乱、まあ、しないようにしてはいただきたいんですがいわゆる法定相続分を超える部分についての相続が登記が対抗要件になってくると。 いわゆる,いわゆる相続させる旨の遺言、ね、それからあ相続分の指定、ね、る長男5分の3次男5分の2とするといった相続分の指定で例えば長男次男、えー、本来であれば2分の1ずつのところ、ね、その2分の1を超える部分については登記しないと対抗できない。 というようよに177条にメスが入る改正が今、着々とこの通常国会で今もう衆議院通りました今参議院に回されています、参議院はもうちゃんちゃんで終わっちゃうんですよから実際に会期末、10日延長という、ね、このニュースを聞くとうわ、通っちゃうかなとね。ね でも私はあの盛りかけ頑張れとか言ってずっとあのあの通常、国会中で盛りかけにあのかけていたんですけどえ残念ながらちょっとあの長引くにも限度があってですね働き方法案のところでデータ改ざんでもっと引っ張ってくるかと思ったらちょっと残念ながらだったのでね正直、本当に改正がこのタイミングで来るのは本当にあの嫌なことなんですが。 ただ皆さん方にとっては今年受からなきゃいけない理由がもう一つ増えたという,、ね、いうことだとちょっと前向きに捉えていただいてででで前向き長くなりましたがでなんで平成8年判決がなんでそれを出るかというとその平成8年判決を立法化したのが今回の相続法改正の一番の山なんです。 まあ、もちろん今言った相続登記が対抗要件になるという一部改正ももちろんのことながら最大の山はこの平成8年判決を立法化するというのが実は今回の相続法改正の山なんですね。見ていくと共同相続人の1人が相続開始前から相続財産である建物に被相続人と同居していた場合。 特段の事情のない限り当該相続人と被相続人との間に相続開始後も遺産分割があるまでは無償で使用させる旨の合意があったものと推定される。 でそこで、被相続人の死亡時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、当該同居の相続人を借り主とする使用貸借契約が存続するということになる、ね、故に遺産分割前に他の相続人から当該同居の相続人に対し、建物の明け渡しを請求することはできない、これがいわゆる残されたあ高齢の配偶者の居住権を確保するという形で、このたび立法化されていきます。 いわゆるこの B さんが A さんの配偶者であって、ね。 であの今回は子供という図になっちゃってますけど例えば B が配偶者であってで C と D が例えば、ね、子供であるちょっとこの図とは違う状況で話してますがでその C と D が B と A の子供であればいいんですがその B さんの前妻の子供であるとかね C、D が前妻の A との A と前妻との間の子供である、ね、で B は5歳である、ね。 で旦那さん A に先立たれて A が1人ですね高齢配偶者として残されたこういった時に例えば前妻の子供である CD と折り合いがつかないというような場合に相続人 A は BCD になりますから、ね、結局 BCD が相続人になったとして高齢配偶者の居住権を脅かすことのないようにでも高齢者の居住権確保の問題というのは非常に今社会でもいわゆる賃貸借契約借りづらくなるというようなことから問題となっていますのでこれをちゃんと 制度化立法化していこうというのが今回の相続法の改正の目玉でもある、ね、でその前進となった判例ですから、まあ、現行、今年の本試験は今年の1月の段階で問題できています。 となると今年の1月の段階では法案を提出するかどうかあ違うんだした直後ですからまだ成立がまだ見通されていない時の、えー、1月に本試験作るのであれば平成8年判決という形で出題するということは十分予想されますのでちょっとこの,試験はあこの判例はぜひ見ておいて、ね、いただきたいと思います。 さあそして親族相続分野4ページ認知、用紙そして、えー、特別用紙を含みますであと遺言、遺言執行者を含みますそして相続の承認放棄こういったところがあ親族相続分野の山となってきますので、まあ、このタイトルを見てね最後の最後にちょっ詰めを、えー、詰めるのであれば、えー、こういったところを参考にしてみてくださいでは不登法に参りまして不登法は全般的にはちょっと申し上げませんまず総論分野では ちょっと危ないかなと思っているのがやはり保存行為として、えー、登記申請、えー、全員が出てこずにうち1人が申請することができる場面というところ、えー、この保存行為として、えー、申請人のうちの一部が申請できる5ページ、まあ、これしかありませんから皆さんの方でご覧になっておいてください。 そしていつか出る、いつか出るって言われてなかなか出ない、登記官による本人確認調査で丸々 ○○1 問、そして6ページ、不正登記防止申し出で1問、で実は不正登記防止申し出、あの例のなんちゃらハウスの事件の後ですねものすごく増えたんです。 昨年,昨年の秋口から冬にかけていわゆるナンチャラハウスの事件ね、あのちょっとナンチャラハウスといいますがあの犯人があ特定されたのに国外逃亡してしまったらしくてなかなかあの見つからないナンチャラハウス事件において、えー、うちの不動産大丈夫かというねなんかこう、ある意味、そういった注意喚起が功を奏したのかあの不正登記防止申しての件数が非常に増えたと言われていますからそういった意味でもここは見ておいていただきたいなというところです。 でまとめておきましたので、えー、ここであのー、初めてねこの論点を確認するのはちょっと今、この時期ですからご自分で持っていらっしゃるテキストなんかを見ていただくのがいいかもしれません <laughs> さあそのほかは主登記、不起登記登記識別情報事前通知も危ないですそして農地法の許可で ○○1 問取締役会社の利益相反行為について ○○1 問 そして、えー、判決による登記第2、えー、の登記あたりが、えー、少しサイクル的にも私の感,感的にもね まあ、よく根元少女が私の悪口言ってるでしょあの、僕はデータに基づいて予想してますが、海野先生は野生の勘で予想しているとね。よく言って、よくあの悪口言ってますけれども。うん、野生の勘で何が悪いとも、最近私も開き直って、えー、野生の勘で去年間接矯正当てましたし。まあ、まあ、あの、その勘で、ちょっと触覚が赴くのは、こういったところということになってきます。じゃ、会社法に参りまして9ページ、会社はね、事業上とか危ない。 これはのデータ的にも、まあ、根本さんも文句は言わないと思いますよ、私のちょっと、その間的にも事業譲渡、最近、まるまる1問出てない、昨年、組織変更、こ、ねえー、今年事業譲渡、ね、なんていうのはあ,のあ,ありえない話ではありませんで、特にもちろん株主総会決議の必要性はもちろんのこと、簡易手続き、まあ、これはの会社分 つと同じね文脈で見ていただけるんですが反対株主の株式買取請求の絡みもですねこの図表で結局全部まとまってますから9ページのところはぜひ今一度ご確認くださいさあそして当たると嬉しい35問目 35問目はあのスーパー公開の特典動画で35問目の講義はあの提供させていただいていますが時間がなってそんな見られないという声がたくさん皆さんからいただいておりますで結局、何なのよって一言で言ってよっていうねあの皆さん方のもう本当にあの無茶ぶりの要求にはもう正直慣れましたが3時間も見てられん、ね、結局何が出るのか教えてくれと、ねえー、いうことで、えー、そこまで言うんであれば小行為の通則かなとここに書いてありますいわゆる小行為の通則一番嫌なところですね。 えー、両方が承認かそして、えー、証行為で適用されるのかそれとも片一方が承認であればいいのかという問題でこ,こ10ページ、11ページに、まあ、全てまとまってはいるんですが、えー、一番手っ取り早く覚えるのであれば13ページ、証行為の特則のまとめのところで結局、ここ。<coughs> えー、例えば契約の申し込みを受けたものの濁費の通知義務と契約の申し込みを受けたものの物品保管義務、承人に適用される、ね、承人に適用されるとまず覚えるんですよ、承人に適用されるものは509、510、それから報酬請求512、そして513条2項、金銭建て替えの利息請求、ねで、まず承認、承人、あとあれか、513条1項の金銭消費対策の利息請求、金銭建て替えの利息請求、ねで。まず承認 に適用されるものをまず覚え、続いて承認官。承認官、ね、承認官はここでは、いわゆる、う、留置権、え、ね、生留置権についてのお話と。それから、金銭消費対策の利息請求権、ね、えー、あ、ごめんなさい、そうだ、五百十三条一項の承認官と。五百二十一条の留置権の承認官、ね。承認官はこの二つしかありませんから、五百十三条一項と五百二十一条の留置権、ね。この承認官を、しっかり覚える。 であとは証行為、えー、なんで、ね、その証行為についてはそのほかという形でもう証人間である留置権と約13条1項、利息請求、えー、金銭消費対策の利息請求特約なくても利息請求できるまずそこと、あと証人に適用される509、まあ、510 50はそんな509、510 50よりも513条2項、ね。 のところは513条2項と報酬請求の512条こういったところが重要でもこの表でなんとか覚えていくと、ね、もう軸でいいですから軸足でなんか切れればいいんですから、ね、確認をしてみてみくださいさあそれではその他解消法としましては母株発行株主総会期間は株主総会が危ないと思いますで、えー、そして、あのー、計算に関しては計算書類、謝罪となってますが計算書類と謝罪ね。 計算書類と社債のところは最後の最後ね時間を見て確認するのであればここおすすめです。で最後商業登記法に参りまして、うん、商業登記法は外国会社です。 根本少女全力で反対しましたけどあの外国会社ね日本司法書士会連合会の今外国会社に関する、えー、研修の多さを考えるとまあ要するに外国会社が日本にね、えー、外国会社の登記をするまたは日本法人を立ち上げるという件数がアベノミクスの影響で、えー、1.2倍から1.3倍に増えてきてますで、そういったあの影響を受けて今司法書士の研修会の中に障害法 障害いわゆる登記業務の研修の比率が非常に多くなってきているんです。で障害のあの研修というのは 在日外国人のための法律相談のに応じるための使用書士としてのえ留意点ですとか日本にいる外国企業が外国会社の登記をするまたは外国法人、まあ、日本法人を作っていくという際のいわゆる定款などについての、まあえー、翻訳等における留意点等ですね非常にそういった勉強会が非常に増えてきている印象があるので外国会社は、えー、危ないというふうには予想しております。 そして特例有限、昨年出てもおりませんから特例有限は一般社団法人もし、互い違いに来るのであれば特例有限、えー、危ないかなとそして、えー、会社法人等番号で1年おき遅れでえ1台出題された29年のように、ね、株主リストで丸々択一一問というのも、えー、ない話ではないと思います。 その際にはいわゆる株主総会議事録と種類株主総会議事録の時にリストに書かなければいけない16ページの5つの事項と株主全員の同意と種類株主全員の同意,を同意書を添付する際につけていかなければいけない株主リストの4つの事項と る15ページの4つの事項と16ページの5つの事項特に議決権割合が、えー、書く書かないどっちだったのかを必ず覚えておいてください全員の同意の時には議決権割合はいらないんですよ全員の名前を書くわけですからですから全員の場合には議決権割合はいらないけれども、えー、株主総会議事録と種類株主総会議事録に添付する株主リストの場合には全員のお、ね、名前は書かないということになりますから議決権割合はあ必須になってくるということで、えーあの 必ずね確認をしてておいてくださいさあそれではあの素人法までちょっとね時間の持ち時間があの足りないんで後ろで森山さんがなんか「イエイエイ」ってやってますからあの早く変われということなんでちょっともう締めに入ってまいりますが18ページのところをご覧になってみてくださいさっき佐々木さんがあお話をしてくれましたのでね私はもう付け足すだけにしますけれどもこの事件当日はっきり言って異様な雰囲気だと思います。 でも飲まれたら負けですから、えー、もう自分で、ね、あのもう相手を飲むぐらいの、ね。 もうあれでいいじゃないですかもうバッサ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 5号科目あのページめくってやるとかねもうあの周りにこうプレッシャーを与える私やりましたよ私あの、えー、憲法からね例えば5前科目やって憲法ってまあ一問目難しかったりしますからみんなだって隣がバサッてめくったらうわっあの人でもう一問目終わったんだってプレッシャーになりますよねも私も民法の親族相続から解いてましたからババッサバサやりました、ね、もう下、え、手、ー、に大きな音出しておらどうだすげえだろうって思いながらねあのそれぐらいのなんていうんだろう、まあ、あのふざけてるわけじゃないんで ですけれども飲まれない、ねえー、周りに飲まれない、逆にもう自分主体に、ねえー、平常心で持って臨むぐらいでいてほしいなと思います、そして持参するべきもの等については、えー、もちろん受験表に書いてある通りなんですが、例の鉛筆かシャーペンか、<laughs> ねまあ、これはあの皆さんあの悩むところだと思うんですが、まあ、正直、鉛筆持ってった方がもういいんじゃないかなというふうふに、ね、思いますので、まあ、そこはもう、まあ、ご自分の判断ではありますけれども、えー、鉛筆何本か、ね、持ってった方がいいと思いますよ。そして時時間配分あの、えー、何時何分何何で 何問目、えー、何問目で何時何分というような、えー、形でその。 の何分間の覚え方では絶対狂いますからその何,何問目のところで何時何分になっていれば大丈夫、ねまあ、ちょっと幅を持たせますけれども、えー、というような形で5問単位ぐらいで今この問題解いてて大丈夫というような、ね、そういうあの認識をまあ持てれば余裕を持ってです、ね、勉強あの解いていただくことができるんじゃないかというふうに思いますので、まあ、時間配分は最後の最後まで、ね、ちょっと自分で吟味をしてみてください。 特に5、5科目全部の足を検討すべきか、まあ、いろいろな説ありますけれども私はしなくていいと思う全部の足でも先生見たらあ,のあと2問は取れたはず全部の足見なかったから2問落としたあの、ね、全部の足見ないことによって2問ぐらい落とすのは当たり前ですで全部の足見ないから2問落とすそんな普通ですから。 2問落としたって受かるぐらいのね、えー、あのもちろん実力を備えていただきたいというのは簡単なんですけどただあと2週間のところでね皆さんそれを言うのもまた酷な話なんですがただ全部の足を検討をする勇気が持てずにね えー、あ全部の足を検討せず、ね、消去法を使う勇気が持てずに全部検討したがために記述の時間がなくなるぐらいだったらもうね、えー、もう軸足決めて消去法で切っていった方がトータルでは絶対に、ね、伸びしろがあるというふうに思いますのでそこは、えー、ぜひ、ね、肝に銘じておいてください。そして本試験当日の危機管理なんかいろんなことあると思いますよ。 隣が臭いとか、ね、あのえー、あの前の人が貧乏譲りとか、ね、あのエアコンの吹き出し口の下に来てしまったいろ、ねえー、んなことはあると思いますでもそういった時に皆さんこの1年間勉強してきたそれを、ねえー、棒に振るんですかと、ね。 だからもういろんなことがあるということはもう想定のうちでいろん考えてた方がいいんですよああなったらどうしようこうなったらどうしようねでいろいろおあの考えられるぐらいのお対処法は、えー、一応自分の中で用意しておいた方がいい例えば、前の人がねあのお貧乏ゆすりする、ね、もう試験官呼びましょう、ね、試験官呼んで注意してもらう、ね、でそれで治らなくたって、えー、と,とにかくそのおなんだろう悶々とするぐらいだったら呼んでしまった方がいいそしてあのエアコンの吹き出し口の、ね、下に来ちゃうんだったら 服カーディガンとね持っていくそういったあのもう誰のせいにすることはもうできませんので自分の、ね、今まで勉強してきたことを全部吐き出していかなきゃいけない一日なんですからもう皆さん、ね、もう後悔だけはしないように考えられる対処法はすべて対処して、ね、予定をしてぜひ臨んでいただきたいと思います。ちょっと私もあの正直もう私ももも正直う今年年年目で、まあ、節目の年ででで節のあるんですが もう正直辛いもうあのもうちょっと今年の6月は正直本当にあのいろんなことが重なりましてえー、まあレックのねあの講義の集中動がちょっと例年になくフルマックスだったものもあってそれもう本当にもういっぱいいっぱいなんですね私自身ももう何日徹夜したかもう40過ぎのおばさんがね徹夜するのがどんだけ大変か皆さんわかります私も40過ぎてまさか学生のようにこんなに毎日の徹夜するとは思ってもいなかったもう肌は荒れるしもうねクマはできるしでもうあの子供にも会えないしでもう 久しぶりにこの間子供に会ったら背が伸びてんのもうびっくりしましたよ <laughs> 背が伸びてるもうそんな中でもうちょっとなんでこんなに頑張ってんだろうと正直あの、えー、辛くなることをねいやいやでもね今年の試験皆さんに頑張ってあの先生できたよって言ってもらうのをもう楽しみに今ここまでもう私も本当もう満身創痍でやってきてますので、えー、ただ6月末までは私たち講師が満身創痍で皆さん方支えますで最後、えー、6月末の次の日ね翌日の頑張りはもう皆さん方、えー、そこはねもう私たち 私はどうしようもできない。もう皆さん方本当に今までねの悔しさ辛さ、もう来年ね人間どうや人間らしい生き方をねしていただくために、もう本当にあと10日今日ですか、えー、頑張りをねあの本当にもう危機迫る頑張りを見せていただきたいと思います。 でえー、私の方から、ね、最後のアドバイス、まあ、最後の6番のところはちょっと毎年書いてることですが皆さんにあのアドバイスとして、えー、させていただいて本当に最後まで諦めずに、ねえー、走り抜いていただきたいなと思ってますそして本当にあのお笑顔で全然、えー、終わったよという、ね、報告をお待ちしてますので、まあ、去年も、ね、そういう報告をたくさんいただいて私自身もそれで本当はもう去年だってあれですよもう来年やらないもうやらないとか言ってたんですけど7月の,、ね、あの2日の去年の、ね、試験終わった後、まあとあ満面の 笑顔の、受験生、まあ、でき、ね、ちゃんとできたという報告を受けて。あ、もう一回やるのもありかななんて思って、今日にまた至るということで。まあ、あの、皆さん方のね、その、う、嬉しいご報告、本当にお待ちしてますので。あとは、皆さん方にね、もう、この頑張りはバトンタッチしていこうと思います。そして、この後、後、お、同じく40代のむさ苦しいおっさん二人が。あの、全力で、皆さん方に、あの、ね、応援をするために、今、後ろに控えてますので。その、お、むさ苦しいおじさんたちのパフォーマンスをね、楽しみにしてるでしょうから、ちょっとそこはもう。 彼ら2人に、まあえー、委ねますのでそれではじゃあ私からのアドバイス並びに最後の山手は以上とさせていただきたいと思いますじゃあ,あの次は森山さんに、ね、お任せしますので、えー、じゃあ皆さんどうもご清聴ありがとうございましたおいきやろ妖怪じゃ悪い陽気を感じるの父さん戦争です出陣じゃー こういう空気になっても本試験で諦めないでください。何があるかわかりません。皆さんこんにちは。レクセンに講師の森山です、えー。今回はですね出陣式ということで、えー、私の方からマイナー分野、えー、こちらの山手といった形でやっていきたいというふうに思いますね。えー、レジュメの方、えー、私の方の分野ですね出していただければというふうに思います。で、えー、まあ山手の方をしていきますね。まあと言ってもですねこの時期まだ2週間近くありますから。 山に絞らないできちんと全分野を復習するということが大事ですねそのでえで今回お話をする山の部分についてまだこなしていないよとまだ不十分だよといったところは上乗せといった形でやっていただければというふうに思いますこの試験についてはです、ねまあ、山だけで受かるような試験ではないですからきちんと全分野これを今からやる時間たっぷりありますから皆さんもテキストをやり込んだわけですよね えー、そういういものをきちんと全部もう一度確認をするということが一番の仕事です、えー、ですからその上でこの山手を使っていただければというふうに思います、えー、今からやるところについて確実にしてくださいねで私のところでは、まあ、項目がですね基本的に並んでいて、まあ、基本的にはあ、まあ、レジュメというかですね中身についてはそれほど書いてありませんが、まあ、自分のテキストでやることが大事だよというふうに思いますですから皆さんにやることを増やさないでやる分野を絞り込むといったところでお話をしていきたいと思いますね でまず憲法なんですが公共の福祉を中心とした人権の限界こちらのところが出題予想として挙げられますので今回、公共の福祉については今からお話をしますのでこちらはレジュメの方用意してありますから後で学説分野といった形でお話をしていきたいというふうふに思いますね。ねねそれからです、ね、次が法の下の平等 いうところになりますがこちらもまた平成22年のところで大きく出題がされておりますが、まあ、その後ですね大事な判例なんかもたくさん出てきて、えー、そろそろ出題が予想されるところです、えーまあ、この平等権については、まあ、基本的にはこの学説対策というところもありますが判例ですね、えー、テキストに載っているような判例を一つ一つ押さえてください、まあ、そこにも書いてありますが夫婦同うじが合憲ですよとかあるいはですね再婚禁止期間の判例 こちらについても押さえてくださいで再婚禁止期間などを中心としてこちら、合憲性の判断基準のところをですねきちんと見落とさないでくださいね違憲か合憲かという結論は誰でも押さえると思うんですよですから例えば、手段がどうだそれからですね目的はどうだ例えば目的正当で手段合理性あれば合憲なわけですねで手段の方で違憲なのかそれとも目的の方で違憲なのかというところをですねしっかり分けてください 各種試験においてこの目的と手段のところで入れ替えてです、ね、罰の選択肢っていうのを作っている問題もありますからしっかりその辺りを押さえていただければと思います特にこの例えば再婚禁止期間の判例であれば、まあ、100日を超える部分が不合理で違憲といった形で手段の違憲ですね手段の違憲つまりこの不正推定の重複を避けるためという目的は正当。 目的は正当ですから、例えば今 DNA が進化しておりますからもう目的からして不当だよなんて確説もありますが判例は、目的は正当にしてますねそれはもう誰が夫か分かんないと困るじゃないかってことで不正推定を重複を避けるために女性にです、ね、再婚禁止権を取るんだということ自体は合憲だと。 ただ、6か月は明けすぎだと100日を超える部分については違憲ですよという手段としての違憲が出ているんだあ,あいうところをです、ね、押さえていただければというふうに思いますさあ次,です、ね、次は社会権のところこれもですね、出題が予想されますので生存権、それから教育を受ける権利のところですねこちらも基本的には判例中心かなと思います例えばこの生存権のところで朝日訴訟、堀木訴訟というのがありますよね。 あちらについて純粋なプログラム規定とはちょっと違うんだというそのちょっとの部分これをしっかり押さえてくださいね。 各自のテキストのところにそのちょっと違うよって部分が出てると思います、えー、まあ純粋なプログラム規定であれば違憲にはならないんだけれども違憲の余地があるといったところですよねちょっとそこのところを読み込んでおいてくださいそれから教育を受ける権利のところではまあ教育権の所在という学説問題もありますからそれもまととり見ておいてあの憲法においては学説問題が出ないとは言い切れませんので予想されるところについては見ておくに越したことはないかなというふうには思います で、えー、それからですね義務教育の無償についてはあ授業料が無償だと授業料が無償だというところをしっかり押さえてくださいねすべ、えー、てのお金が無償だよというわけではありません、えー、だって修学旅行の積立金とか普通に払うし、えー、教材費とか給食費だって取られますよねだから無償の部分は授業料なんだよというところをしっかり押さえていただければという,ふうに思います、えー、よろしいですかね。 まあそれから統治のところはもう条文しっかり読んでくださいね。ねですから、ひ、ま、と、あ、一通りです、ね、重要条文については目を通しておくといいかなと思いますが特に国会と裁判所のところですねこちらをしっかり押さえておいてください。特に裁判所ののとところではは、まあ、審査制というのは まあ今までよく出てますが、意見審させ以外のです、ね、普通にこう条文レベルの司法権の独立だとか、それから組織と権能という分野がありますよね、あそこについてのテキスト、それから条文のところをしっかり読んでおくといいかなというふうに思います。でででははペペーージジのの方に行ってください2ページのところでは刑法ですが 刑法は総論と格論がありますが総論の分野では構成要件のところがまあ出題のですねえこう経歴とすれば怪しいかなとえ実行行為と因果関係錯誤この3つはしっかりやっておいてくださいえ実行行為というのはあのえま,あまず間接性犯ですねえ間接性犯それから不審性不作為犯不審不性作違反それから因果関係のところは あのこれ判例対策してくださいあの憲法と違って刑法は、まあ、学説問題がそんなに出ませんので、えー、基本的には判例問題にシフトをしてますね。ね ですから、まあ、因果関係の判例というのがあまあ過去問でも出ておりますがテキストにも載っていると思いますのでちょっとそこあのジープがどうのとか,なんか海に潜ってスキューバダイビングしてたらどうだとかありますよねああいうところをしっかり読んでおいていただければというふうに思いますねこれは模擬テストでも出て私も考え方については解説をしたかと思いますのでそんなのも参考にしていただければいいかというふうに思いますあの、まあ、因果関係についてはその実行行為の危険が現実化したかというのが、まあ、判例の考え方と。 いいう,うにされていますね、まあ、学説なんかでは相当因果関係説なんて言いますけれども、えー、それとですね実際の判例がずれておりますからあその判例の結論というものが試験に出るかなといったところではあります、えー。テキストにその因果関係の判例が並んでいると思いますのでそこを確認をしておいてください。 それから錯誤のところですね、これも各自テキストに事例があると思います、なんか A が B にピストルを向けたら C が死んじゃったとか、ああいうのをもう一度見ておいて、いわゆるです、ね、その事実の錯誤といったところを確認をしておきましょうで、それから共犯、これも総論分野で出るというふうに思いますので、各種共同正犯だとか、そういうものについて、これも模擬テストなんかですから、集中的に出したと思いますが、しっかり確認をしておいていただければと思います。 さあ次格論です。格論については、えー、いろんな犯罪がありますから、まあ何が出るか難しいところではありますが、まあ本音を言うと財産罪すべてやってほしいというふうには思いますね。これはまあ誰がしゃべってもそうなると思います。えー、財産罪これをやらないで受かるってことは、えー、まあなかなか難しいと思いますから、財産罪はきちんとやってほしい。ただまあそれでは山手になりませんから、財産罪の中で何かなとお言ったところを無理やりこうですね。 山当てをしていくとその下に表があります横領詐欺強盗窃盗まあ大体この分野に分かれますが一番上の段見てください 横領が平成20、で詐欺が21強盗が22窃盗が23ですね、この窃盗の最後の23は、まあ、不法領得の意思の問題でしたから、まあ、窃盗とは言い切れませんが足の4つが窃盗でしたから、まあ、窃盗に入れましたで、それから今度は2段目で26、27、28これも詐欺、強盗、窃盗という順番ですね、で29年に横領が出ていました。ですかから今回は、まあ、詐欺かなと 言ったのが素直に考えるとなるかなというふうに思いますので、まああまり詐欺と言ってる人はいないかもしれませんが、まあここでは詐欺と言っておきます。で後でまたこれもポイントは確認しましょう。であとはですね、えー、まあ基金得もそうですが、放科と文書偽造ちょっとやっておいてください。こちらも時々出る分野ですから、まあ法科と文書偽造に関してはやった方がいいかと思います。では次です。え今度は民事訴訟ですね。民事訴訟。 でこちらの方ですが民事訴訟証拠と書いてありますまあ、証拠の分野は出るかなというふうに思います定期的に出てますので、えー、特にまあ、あえて言えば職権でできるもの職権でできるものこれをピックアップしておいてください職権でできるものですねそれからもう一つが書書書書書文書についての取り調べですねどういう場合があ文書提出命令かとかどういう場合がですね文書を持参してこうやっていくのかといったところですね でそれから次が終局判決と処分権主義、まあ、このあたり判決の部分、それから判決の理屈でいうところの処分権主義ですね、こちらをこなしておくようにしてください特にこの処分権主義に関してはあの申し立てと判決の一致、これが求められるというのが処分権主義ですよね、例えば100万請求したのに120万払えって判決は出ないんだというのが処分権主義ですが、こちらの債務不存在確認。 債務不存在確認の訴えの場合がどうだったのかっていうのは大丈夫ですか例えば100万超えては存在しないって言った時に200万超えては債務は存在しないというのはこれ処分権主義違反ではないということですよねえつまり100万超えては存在しないのに200万という大きな数字出したら普通は処分権主義違反なわけですよ、えー、判決で求めたもの以上のことを書いてはいけないわけですからね だけれども100万超えては存在しないというのは例えば債務が1000万あったとします、まあ、住宅ローンとかで1000万借りたとしますそしたらもう900万については払ったわけですよね900万については払ったそうするとこちらは900万払ったよ100万超えては存在しないよって言ってるわけですよそうすると900万は存在しないという意味ですかね。 だから200万超えては存在しないという判決は900万求めているのを800万のところを認めてくれたわけですからこれは一部判決なわけですよね。そういう意味でこの債務不存在確認の訴えについては数字が多い方が一部判決だというところはしっかり押さえておきましょうまあ100万超えてはというのは900万のところを求めているんだよ900万の不存在を求めているんだよというふうふに考えるとえ200万超えてはというのは800万という意味ですから一部だというのが分かるかなというふうふに思います。 あとは多数当事者訴訟ですね、それから多数当事者訴訟のところでは補助参加といったところ、サイクルで言うと出るかなというふうなところになります。それから次がおすすめなんですが、少額訴訟ですね、これがどうして少額訴訟かというと、これも下に図表を作っておきましたが、平成12が督促手続き、13が少額訴訟で、平成20が督促手続き。 21が少額訴訟、で29が督促手続きですから、督促手続きが出た翌年にまに少額訴訟が出るというサイクルを考えれば、少額訴訟がおすすめということになりますので、ここはしっかり押さえていただければというふうに思いますね。なんかパズルみたいにとか、いじきくさいというふうに思うかもしれませんけれども、この試験って、本当にサイクルが結構決まってるんですよね。まああの 有名なところだと思うオリンピックの都心しか出ないとか審査請求ですよね、もう平成8年ぐらいからずっと4年おきに出てるとかあああいうのがありますのでこのサイクルというものが1つの目安になりますのでこの少額訴訟というのを抑、ね、えておくといいかなという,ふうに思いますでただ、もう1つですね手形訴訟というのもちょっと特殊な訴えとしては出ておりませんから少額訴訟と手形訴訟の比較問題 というのを予想しておきます。これ後でまたポイントはお話をしていきますね。で、次にえ括弧4番のところで民事執行法ですが、不動産強制競売まあ、あの担保権の実行としての競売も含めて予想しておきます。え、もちろん、あの皆さんの合格ゾーン過去問集を見ていただければ、この不動産の競売から半分ぐらい問題が出てるはずなんですよ。 でそれは昔はですね民事執行法は1台じゃなかったですからそうするとですね1台は不動産競売から出そうかななんて時代もあったからというのもありますけれどもただ、1台になってからでもですねやっぱりこう不動産競売はかなりの頻度で出題されるもちろん一番重要な分野合格ゾーンでもですね半分ぐらいのこうページ数を割いている重要な分野にもかかわらず最近出てないんです平成21年以降まともに出ておりませんので。 これはですね不動産競売をちょっとですねきちんとやっといた方がいいだろうと、まあ、こちらは過去問とかやっておけばいいと思いますね、過去問たくさんありますからテキストと過去問比較しながらですね過去問の方を見ていただければいいかと思います。 でそれからです、ね、で括弧5番のところで今度は民事保全法になりますが民事保全法のところでは仮差し押さえ命令ですねこちらはまあもちろんやっておくことですねそれから保全意義保全取り消しといった不服申し立て手段ですねこれも少しこなしておくようにしていただければというふうに思いますであとは括弧六番司法書士はもう,もう業務それから司法書精人なんていうのはよく出る話ですからこちらはしっかり押さえておいてください かっこ7番、教託法ですが、これ、もちろん、ですね、まあ、もう出る分野って決まっていて、弁済教託とか執行教託とか、まあ、このあたりはまあ必ず出ると言っても、越したことはありませんし、それから、教託手続きの分野からは、払い渡し手続き、こちらをお勧めしておきますので、まあ、何をこう提示するのか、添付するのかとか、そういうところも中心に、テキストと過去文集の方ですね、押さえておいていただければというふうに思います。さあ、一応これで予想は紹介をしました。 でではですねこの中から皆さんが押さえてないだろう分野だとかあるいは少し説明を最後にしておきたいというところをですね3ページ以降でお話をしていきたいというふうふに思いますが。が ファイナルチェックと書いてありますね。公共の福祉の論点です。まあ学説問題については最近皆さん勉強してないと思いますので、最後公共の福祉が予想されますのでその分野についての学説を確認していきましょう。あのまあそこにですね、まあレックのテキストによくあるような A 説 B 説とか書いてありますが一軸見る必要はありませんのでポイントを絞ってみていきます。まず論点なんですが公共の福祉とはどのような意味かと。十二条十三条と二十二条二十九条二項の規定の関係とともに問題となると書いてありますが。 22条、29条というのが経済的自由の条文ですね、経済的自由の条文、で12条、13条というのが、人権総論の分野の条文ですね、12条、13条というのは、すべての人権に適用される条文、すべての人権に適用される条文、そこに公共の福祉という言葉が使われている。 それから22条、29条に公共の福祉という言葉が使われているで公共の福祉という言葉が使われているのはこの4つの条文だけなんですねですからそこのところをどう考えるのかということが問題となるわけですで A, 説と A 説がです、ね、一元的外在制約説ということで,このです、ね、まず公共の福祉というのは外からズバッと人権を制約するものだというふうに考えるんですね。ですから えーとですね、例えば人権がこういうふうに丸くあるとしたらこれをですねこんな人権なんか制限してもいいんだってこと制限する外からズバッと制約するのが外在制約ですね、この部分を外からズバッと制約する、もう、えー、これはですね他の人権がどうのとか他の人権との調整とかじゃないんですよ、人権というのはとにかく外からズバッと外在だから外からズバッと制約していいんだよというのが外在制約ですね。 しかもそれを一元的に考えるとつまりすべての人権は外からズバッと制約していいすべ、えー、ての人権は外からズバッと制約していいんだこれが説になりますなんですべての人権を制約していいのかっていうと、えー、結論の2行目12条13条が根拠だからですね12条13条が根拠でこれもちょっと別の図で書いていきますが12条13条というのは人権全部に適用される条文です で22条、29条というのが経済的自由だけに適用される条文ですねですからこの22条、29条を根拠にすると経済的自由、まあ、財産権と。 ですねまあ、その他の経済的自由ですがあそうするとです、ね、22条、29条を根拠にすると経済的自由だけが公共の福祉の制約を受けるよということになりますけど12条、13条を根拠にすると全ての人権が制約できるということになりますからまず A 説は根拠でいうと12条、13条でしかも、じゃあその12条、13条根拠に公共の福祉で制約できるんですがじゃあ公共の福祉というのはどういう意味ですかといったら外在制約だと外からズバッと制約されるんだと。 ここういういうに考えるわけですねだからまず、えー、この公共の福祉の論点で2つのことを同時に考えなければいけないんですが12条、13条、それから22条、29条に公共の福祉って言葉があるからどちらを根拠にするんですか、こっちですよだからすべての人権が一元的に制約できるんですよしかもそれは外在制約なんですよというのが A 説ですねで。そうするとと批判のところ1行目 公益とか公共の安寧秩序といったもう最高観念と捉えることによって人権制限が容易に肯定されちゃうじゃないかということですねもう理由がなく外からズバッと制約できるんだからお国のためとか国益のためとかいうことで制約できるんだからこんなのは人権の制約がどんどんできちゃうじゃないか人権なんて保障されてないに等しいじゃないかということになるしそれから批判の3行目明治憲法における法律の留保と一緒じゃないか。 明治憲法は法律の留保付きの保障でしたからねですから法律で留保できるということになってましたからもう明治憲法と一緒じゃないかって考えると A 説になります。ということで結論 A 説の一元的外在説は12条、13条が根拠だ公共の福祉は外在的制約という言葉で使うんだこれはもう最高こんなのは人権制約ができちゃうじゃないか明治憲法と一緒じゃないかって書いてあったら A 説の批判と押さえてください。で通説説は B 説ですで次のページ行くと 4ページのところで一元的内在制約説ですねこちらはあの A 説と一緒で A 説と一緒で12条13条を根拠にしますからすべての人権が公共の福祉の制約に服するただその公共の福祉というのが外からズバッとではなくて人権と人権がぶつかったところだけ制約できるという内在制約なんですね。 だからもちろん人権同士がぶつかればゴムマりのようにへこむわけですよ、それはしょうがないよね、えぶつかったんだからそれはへこむよねっていうのがえいわゆるまあよくテキストに出ている矛盾衝突を回避するための原理ということになるわけです。ね。人権同士ががぶつかかっったら当然どっちかがへこまないと、 ぶつかり合っちゃうわけですよ俺は夜,夜中に歌を歌っていいんだとこっちは寝たいんだということになりますからそういうふうに人権同士がぶつかる、えー、例えば名誉権と表現の自由がぶつかるだとかプライバシー権と表現の自由がぶつかるって時にじゃあそれはちょっと表現の自由は制約しましょうっていう原理がこの B 説になるわけですね。ということで全ての人権が12条13条根拠に制約できるんだけれどもそれは内在制約なんだっていうふうに考えると B 説になります。 A 説、B 説、えー、両方に批判が成り立つんですけど、22条と29条に書いてある意味がねえじゃねえかって言うんですね、まあ、テキストにも書いてないんですけど、事、え、務、ー、にも書いてないんですけど、えー、このですね、まあ、あのですから、A 説、B 説は22条、29条に書いてある意味がないと言われます、22条、29条の意味がないじゃないかと、なんで書いてあるんだ、経済的自由にだけ書いてあるんだったら、何か意味があるはずじゃないかという話になるわけですね。そこでで出てくるのが C 説です C 説はこちらをを根根拠拠ににししまますす条条だから C 説の外在内外二元説というのはいいですかこれ一番間違いやすい学説なんですけど、えー、この C 説は公共の福祉の制約は経済的自由だけだと考えます。 お前ら22条、29条相手にしないで何考えてんだと、22条、29条に書いてあるから、それは公共の福祉の制約を受けられるんだあ12条、13条みたいな花、相場的な規定にです、ね、書いてあったって何の意味もないんだよと、22条、29条に書いてあるから意味があるんだこういうふうに考えるわけですね、そうすると、経済的自由だけが公共の福祉の制約に服する、22条、29条だけがです、ね、公共の福祉の制約に服するというふうに考えます。で これ二元説とか内在外在とか,かんえ書いてあるから難しいんですけどこの C 説はいいですか公共の福祉を外在制約と考えますだからえこの公共の福祉の論点っていうのは何回も言っている通りどの条文が根拠なのかっていう話とそれから公共の福祉はどんな言葉で使うかって2点があるんですけど C 説は22条29条が根拠しかもそれは外在制約だって考えるんですだからこの C 説を誤解してていいる人がいて 公共の福祉というのは二元的に使うんだというふううに言う間違いがあるんですけど公共の福祉は外在制約という意味で使いますですから、施設は経済的自由だけが公共の福祉の制約に服するということになるわけですねでは、すべての人権は制約はないのかというと施設結論のところの最後から2行目ですねなお、これがは別にすべての人権は当然に内在制約に服するこれは公共の福祉とは関係ない。 条文の根拠もない名前もななないいい名前原理なんでですすねよろしいですかだから公共の福祉っていう言葉を2つの意味で使うのではなくて公共の福祉っていう言葉は22条29条の制約でイコールそれは外在制約だただ全ての人権はもちろんぶつかった時に制約されるのは当然だから内在制約には服するでもそれはもう当たり前すぎて条文の根拠もないし名前もない原理だっていうんですねよろしいでしょうか だから、二元的に制約はするんだけれどもそれは結果的には二元的だけど公共の福祉という言葉は外在制約の意味でしか使わないんですよ、えー、ということですね、そうすると、えー、いいですか内在制約には根拠はありません条文もありませんだから12条、13条の公共の福祉ということは使いませんということはわかりますか えー、批判の丸にですねじゃあ12条13条意味のない規定と考えるのかよそうです12条13条は訓示規定です相場的な規定なんだから意味があるわけないじゃないか言ったね C 説さん言ったねってことはあんた新しい人権できなくなるぜって批判があるわけですよ C 説は、えー、13条意味のない規定と考えますところが13条というのはあ新しい人権の根拠になるべき素晴らしい条文のはずだったんですよ ところが、C 説に考えるといや13条というのは訓示規定だよ、倫理規定で意味がない規定なんだで役立たないんだよじゃあ新しい人権できねえじゃないかとこういう批判が C 説には成り立つんだといった形で、えー、押さえておいていただければと思います。まあ、今しゃべったところがほとんどこの学説のすべてですから大丈夫かと思います。ではよろしいですかね。では時間もなくなってきたので、まあ、いつも時間ないんですけどね、これあのえー、5ページの方で無線飲食の事例がありますが、あ事例の1、A は 今度は刑法ですね初めから代金支払いの意思がないのにレストランで食事を注文したこれあの一行詐欺だというのを押さえてください、えー、詐欺罪が成立するのには欺く行為が必要ですがこれお金がないのに注文するお金がないのに、えー、牛丼つゆだくっていうのがもう欺く行為なわけですよ、えー、牛丼つゆだくっていうのはお金払う意思がないと言っちゃいけないわけですよね。 お金払うから牛丼食わしてくれとこういう意思表示ですからですからこれで無銭飲食の欺く行為がありますから詐欺罪になりますしかもこの欺く行為で何を取ったんですか牛丼ですよ梅雨だくの牛丼取ったんですよですからこれは財物を取った一向詐欺財物を取った一向詐欺1項が財物2項が財産上の利益ですね詐欺罪には2項がありますから1項が財物2項が財産上の利益です事事例の2 A はレストランで食事をしていたが 代金を支払いたくなくなり代金はすでに払ったと店員を騙し逃走したこれは牛丼くださいと言った時には払う意思がありましたからそれは欺く行為ではないわけですねあとでもう代金払ったんですけどあっちの店員さんに払ったじゃないですかあそうですかあじゃあどうぞお帰りくださいということになったこれは牛丼は奪ってないんですよお金の支払うという債務を奪ったんですよ ですからこれは二項詐欺になりますね詐欺利得罪です支払い義務を免れたんですしかもどうぞじゃあお帰りくださいごめんなさい疑ってという処分行為もありますからね、えー、まあ詐欺罪成立するためには欺く行為によって相手側の処分行為が必要ですがあお金払ったんなら出て行ってくださいというありがとうございましたという処分行為がありましたからねで、えー、事例の 3A はレストランで食事をしていたが代金を支払いたくなくなり店員の隙を見て逃走した、まあ、これは えーまあ、最初は代金を支払う意思があったんでしょうですから払いたくなくなって逃げた以上一番最初の食事を注文した行為は欺く行為ではありませんじゃあどこに欺く行為があるかないんですよだからこれは詐欺罪は成立をしない欺いてないしじゃあどうぞお帰りくださいという処分行為もない勝手に出ていったこれはあ詐欺罪は成立しないで あの欺く行為もななて財産取ったら普通窃盗なんですよところがこれ何取ったんでしたっけ支払い義務を免れなんですねそうすると窃盗が成立するとするとえ窃盗利得罪になりますが窃盗は2項がないんですえ窃盗は財物を取ると窃盗罪ですが財産上の利益を取る窃盗利得罪は存在しないんですねえ窃盗の条文には2項がないんですだからこれは2項がないから不可罰ですね2項がないから不可罰になりますだからよくあの なんか入り口から黙って入ってコンサートを見たこれが利得を取ったから窃盗罪成立をしませんみたいなテキストに載ってますけれどもそういうことですよねでこれ刑法上罪にしないのはもう民法の債務不履行でいいやってことですよ例えばピザ頼んで、えー、後からお金、えー、まあ、ピザじゃその場で払うかあのなんか天野門頼んでお金後から あの取りきますねって,って払わなかったらこれ債務不履行ですよね、履行地帯ですよ、まあ、それと同じように考えるんだということで刑法上の処理はいらない,でい,らないよねってことでこれはですね、えーまあ、窃盗、利得罪ということで次、釣り詐欺ですが事例の1、A は1000円の品物を購入するにあたりレジを担当していた店員に5000円を渡して、ねはい、1万円札と騙して9000円の釣りを受け取った。 もちろんこれは詐欺欺ですすすね、えー、騙してままから欺く行為がありますで次、今度は6ページの方で事例の 2A は1000円の品物を購入するにあたり5000円札を出したが店員はそれを1万円札だと勘違いし9000円のお釣りを交付した A は釣り線が多いことに即時気づいたがそのことを店員に告げず黙って受け取ったというふうに書いてあります。これは 向こうが勝手に間違えたんですよでもこれ詐欺になるのかっていうと詐欺になります、えー、お金をですね、えー、多めに受け取った詐欺になりますよでどこに欺く行為があるのかっていうと3行目告げ図ですつまり不作為による欺く行為がある不作為による欺く行為があるでも皆さん不作為っていうのは不審性不作為犯であれば あ作為義務が必要ですじゃあこれ作為義務があるんですかというと、えー、お釣り間違えててますすよって告げるる義務があるんです、えー、どうしてかというと契約関係にあれば真偽誠実に処理をしなければいけない義務があるからですねお釣りを間違えていたら真偽、えー、誠実に間違ってますよって告げなければいけない義務があるそれなのに告げないわけだから告げる義務があるのに告げないわけだからこれは不作為による欺く行為不作為による欺く行為になりますね。 では、えー、事例の3です、A は、えー、1000円の品物を購入するにあたり5000円札を出したが店員はそれを1万円札だと勘違いし9000円の釣りを交付した A は釣り線を受け取ってしばらくのち、えー、釣り線が多いことに気づいた後から気づいたんです、えー、そのまま持ち去ってしまったこれ、詐欺罪に出しません、えー、事例の2のように作為義務が、えー、生じるためにはもちろんそれは作為可能性が必要ですよね。 気づいいてななけければ告げることできないわけできわすよだから気づかなかったら詐欺じゃない気づかなかったら詐欺じゃないでも後から気づいた後から気づいたということはその場で自分のものじゃないのにもらっちゃったわけですからこれは占有離脱物横領罪占有離脱物横領罪ということになりますね。よろししいでしょうか でそれから、えー、文書偽造もそこに書いてありますので押さえていただくとして、えー、それから6ページ、7ページはですね手形訴訟と少額訴訟の比較が載っておりますがでこちらはですね、えー、お時間の関係で実習ということにしますのであのテキストとかで、えー、まだ比較をしてないという方がいたらぜひ比較をしていただければと思います。 まあこの後皆さんお待ちかねのあの期日もありますからね、えーそろそろまあ終わりにしないとあの、えー、大変なことになりますから、まあここで終わりということにします。あのー、昨日ですね、あの毒ダミを見つけました。家の近くで。 で毒ダミの匂いいををと受験生時代を思い出しますね私が受験したときの高田の馬場の境通りの奥にです、ね、レッグがあって、えー、その神田川を渡る橋のところに毒ダミの群生があったんですよ。えー、ですから、本当にこの匂いというのは記憶を喚起するわけで受験生時代のことを思い出しますけど私、この時期はですね本当にこう早くもうこんな生活嫌だからとこんな生活も嫌だともう酒のものもないしということで早く終わってほしいけどでも早く。 試験は来て欲しくないともうちょっとやりたいことがあるけど早く来てほしいみたいなこんな本当にもうなんか不安で不安でしょうがない気持ちでしたね、皆さんもそんな方もいるかと思います、えー、完全にですねあの対策が練られているなんて方はあまりいませんから本当にまあ不安でしょうがないと思います。でもあの不安っていうことは 可能性がなければ不安には思わないわけですね、全くできないことは不安にすら思わないわけですよ、ですから、まあ、不安だということはできることの証明ですからできるんだったらそれをやるしかないわけですよね、で中には本当にいろんな事情でですね、えー、受験できない方もいるわけですよ。外的な要因だとか もう仕事の関係だとかそういうことで受験まで,です、ね、持ち込めないなんて方もたくさんいるわけですですからこの受験できるということはある意味幸せですからこの受験当日、ぜひ力を出し切ってもう合格をしてくださいで幸せって言いましたけどここにいること自体はそんな幸せではありないのであので、まあ、世の中には楽しいイベントもあってなんか今日、DJ プリスが出るだとかなんとか言って大騒ぎしてます、えー、いうことであのぜひです、ねえー、来年のこの時期はぜひ、まあ、楽しい司法書士になって 楽しく過ごしていただければと、えーまあ、こんなですねおじさん方の鉢巻き姿とか見てもしょうがないわけですから、あまあ、ぜひですね来年はここを卒業してですね楽しく過ごしていただければというふうに思います、えー、それでは皆さん、これで私の分野は終わりですので終わりということにしましょう。おおい,北郎おい受験生本試験が近いぞ出陣じゃー終わります。 はい、えー、それでは、私の方は、ええー、記述の方をやっていきたいと思います。レジュメの方、私の方の、ええ、え見てください。一ページ、二ページとあります。真ん中あたりかな。真ん中あたりのところで、ね、残り二週間、ここまで、えー、ここだけやっておこう。本試験、出問式というものです。えー、左側の方が、不動産登記、記述、えー、こちらの方が出ています。で、これ、皆さんに分かってほしいのは。二十二年出ているもの、平成二年出ている雛形です。二十三年出ているもの、五十八年、十八年、十六年出ているものです。二十四年出ているもの、七年、十一年出ているものです。過去問。 やりましょうね過去に出てるひな形が出てるんですよ。確かにね過去と同じ物語は出ないよでも過去のひな形が出てるんだそれをやらないってのはもったいないじゃあ次にじゃあどんだけ多くひな形がね多く出てたのは何なのかと,、えっと3ページ先お願いします3と4ですでここに載ってるまず3ページのひな形は何があっても確認してください 何度も出ている本試験のひな型です。まず1番目、及ぼす変更と及ぼさない変更です。特に及ぼす変更は要件もありますよね。どういう時に及ぼすかができて、どういう時にできないのかというのがあったと思います。また所有権だけじゃなくて、英文字分全部という方もできますよね。及ぼさない義務者誰ですか誰かが入んないよね。このひな型はちゃんと見てくださいね。で次丸の2 移転が先で弁済なのかそれとも弁済が先で移転なのかとなすべき登記も違うし表現も違ってきますよね特にこれ本試験の問題作ってるのはじえ実務化ですで実務化っていうのは実際の事件をも題材にしています企業再編があった後に払ってるもしくはその前も逆もあると思います次3共同ネテートの設定追加系 で4意外と多いのがこの4番確定前寝てえとの譲渡です要件がいろいろありますよねその要件の引っ掛け出しやすいですそしてこれと同じく引っ掛けが多,多いのが丸五番の確定後の寝てえと言ってたんです多分この五番なんかはちょっと穴じゃないかと思います確確定定前は意識あるけど確定後 の表現ってあんまり意識ないと思いますので、ぜひこの五番は意識してもいいんじゃないかと思います。で、一方六は多分いけると思う。三要素の変更、極度枠再建の範囲、債務の変更。このあたり普段から書いてると思います。だ、少なくとも要件の確認だけはしてください。で、五番とコンボで来るのが怖いのが七番。元本確定です。で、特に最近ついてくるのが単独申請。 単独申請ものはついてきますのでそのひな型要件一緒にできる場合ってやつねそして近年やたらと多くなってるのが8番の鎮釈権です。こんだけ近年出てるんだったらひな型手で書いときましょうもう怖いから。 で個人的にはこの賃借権の設定と同意の投機だけでなく個人的には変更とか抹消あのあたりも練習したいところですあんまり使われてない地上権とか地役権そこまで手を出すかどうかは任せるでも私だったら賃借権に関してはいろんな投機は確認しておく現実的にもあるんだからで次に右側出題頻度が高い論点 要出てる論点がいくつかあるんですがどう見ても丸一番なんだこの要はと判決による登記です判決による登記どういう文言がいるどこに書かれてる必要があるこの辺りの引っ掛け一回出てますどういう時に執行分がいるこんだけ過去問出てればやりますよね そそしてそれと匹敵すするのが2番です本当に大好きです大による陶器ですこの辺りも書き方表現いろんなパターンがありますよねで,できるだけ多くの大陶器の雛形確認してください多くの大陶器の雛形確認してくださいでこの1と2に共通するんだけど結局怖いのが本試験の時に依頼者を限定している場合です A だけ来たとか AB しか来てないとか行った場合はもう義務者が来てないなのか権利者が来てないなのかと。で、特に大登記まで分かったらやる作業は識別ね。そしてもう一個は識別が提供できない理由ね。去年あれ散々書かせたでしょ。去年出たから出ない。それをやってくるんだ向こうって。 で次に3番、農地。これも最近ちょっと来てませんが、え17、24と来てますので、そろそろおかしくありません、ね、7の倍数で来てるので、そろそろ怖いところですで。4、意外と多いのが、この相続人、相続部の判断です。結構えげつない数字やらせることもあります。なんで、多分これ、均一の問題っていうよりも、卓越の問題ね、卓越の問題でえげつない相続部の計算があったら、それは直前にでも練習した方がいい。 えげつない相続部の計算ねで次5番ですあのねもう会社が来たら利益相反ですもうこんだけ来てれば疑うでしょなんだこの数はと そしてもうこれは言わなくてもいいよね6番名編この辺りは意識があると思うんですだから特にこのページで言いたかったのは12特に5ね125でその上で最近来てないものがいくつかありますそれが2ページなんです 2ページに載っているのが最近来てないんですよなので、ね、34は絶対やって、ね、34は絶対やってで2ページはそれどこまでやるかは普段の卓越勉強との兼ね合いで決めてください2ページ上から見ると所有権の保存3年18年止まってますで18年の出し方がえげつなくてねあの右のページの方ね下の方に表題部で止まってるのね で次のページ行くと別の不動産になっていのなんていので別の不動産ってからパッと見には気づかないんですよでパッと見に気づかないの次のページ行くとあれ不動産が違う前のページ表題部止まってるで私気づいたらいいんですけど知り合いの受験生の方がねあのその時の受講生かな受講生の一人が前のページの続きだと思って次のページ見ちゃったとなんで表題部は2個あるんだろういや普通おかしいよねそれ。 でも汚いより作り方がページの末尾に表題文にしにねでしかも、コークが一番下に作られてなるから続いてるのかなと思っちゃうんです、ね。なのでしばらく来てないから保存等気をつけてほしいで次、上から2つ目所有権移転年月日大仏弁済リンクするのが下の方担保権の下から2つ目抵当権抹消年月日大仏弁済このえコンボです。 そして意外なのが3つ目所有権移転年月日相続年月日遺産分割で特に相続のところ米印見てください第大で相続登記をさせることが多いですそして次何棒持ち分全部移転年月日時効取得でこれ来た時は右側米印怖いのはまず判決そしてその絡みで一緒に仮処分です でそのあとに何棒持ち分全部移転年月日何棒相続年月日相続いわゆる数字相続というもの所有権抹消錯誤担保権のところ順位変更年月日合意定当権変更年月日相続でその後にえ持ち分とする変更及ぼす変更があり年月日大仏弁済があってできればマークがぐるぐるか、ね、前日も見てください一番下です定当権抹消年月日混同そろそろ来ておかしくないんです。 ですから私が今、受験生であればもう不動産は意識するのは利益相反と今度この2つはもう絶対怖いと思って言ってくださいじゃあ続いて商業登記にいきましょう叫ばないって言ったよねまだ俺の中では叫んでない <laughs> 次は5ページ商業です え次に商業投機ですが、えー、出題分野の分析があります、えー、こちらですが、株式資本はもう絶対出る、そして本店支店の絡みがここ最近来てるけど、去年来てるで、個人的に怖いのが、設立なんです、あの出てないじゃないかって言うんだけど、私、すごい怖い点が1点ありまして、今、政府内で動いてるのが、設立は1日で終わりにしようと、1日で設立させようっていう動きになってるんです。 向こうの設立に対する意識はすごい強いんですよなんで出されておかしくないと思いますで一つだけ要注意いろんな皆さんのんってあるんだけどね設立来るとしたら定款見せると思うんだでおそらく定款にはね広告する方法が載ってないからおそらく載ってないもう分からせますよねもう強制的に漢方だっていうふうにさせるんですよだから設立系の問題ってあんまやんないんじゃないですか でやってみてほしいんです。で一問でもやってると違いますから。でやっぱり怖いと思うのは下の方の企業再編です。で企業再編どういう実問があるかというと一番下に載っています。でこれお任せするのがあのまずどんな方でもやってほしいのがはじめ二ついわゆる移行 有限から株式への移行と合併この申請書ひな形だけでなく1問2問は絶対やってほしいこんだけ出てるんだからでひどい年なんて24年は2つやらせてるんですよあのわざわざ九州合併でそ飲み込ましたいから1回有限を株式にするで株式にした後に他を飲み込ませるといじめかと1件目が移行で 2, 個目2件目が合併ですよでもねもう企業財源出さないと差がつかないんですよね でこれが絶対、で実力がある方あもしくは時間が取れる方はそれ以外のひな型を全部確認しておく出たことあるものないもの関係なく全部確認するとで次に6ページ右のページ見てください。 2の2、出題論点の分析、今度は役員変更です。役員変更を来るときって、大抵、任期の修正、任期を狂わせることをやってきます。で、任期を狂わせる、一番多いのが上から2つ目、任期変更です。で、最近来てないのが一番上の事業年度変更です。このあたり、ぜひ問題1、2問、引っ張ってみてください、任期変更と事業年度変更です。 でその下今度は、これ何かっていうと設置の定め、何とか設置置く場合と置かない場合の比較の図です、あっ、室内実績です。でね、これ、役員で出なかった時っていうのはね、18年、22年、24年、29年、これしかないんですよ。2年連続、丸々設置がないってないんですね。で、多く出てるのが上3つ、取り替え設置、監査役設置、監査役会設置。 最低限この3つはひなだけでなく無効う自由雛形ひなだけじゃなくて無こう自由そのこの3つは無効う自由まですぐ言えるようにしてください7ページ8ページの方にいってください 細かいところに気づけないと本試験ってやられますよねあ今年違う過去問って解いておくとねあ去年までこうなのに今年違うぞ何か違うってことは何かあるはずだってことに気づけます先ほども言いましたがぜひ過去問を解いて何か違うっていうのを見つけてくださいちなみに何か違うの分かりました2本目ですいきましょう7ページ 7ページの方ですが、今度は何かっていうと、よく出る論点、左側がよくもうすでに出ているもの、一方、右側、まだ出てない論点です、特に怖いのは、増資の募集株式発行です、左側にはすでに出ているものを入れました、一方、右側にはまだ出てないのがあるんです、丸1、株主総会特別決議による受験、これが出てない、何を決めれば委任できるのいつまで委任できるの 何の日の日まで決議の時まで払い込み期日そうこのあたりちゃんと言えるようにねで丸の二番譲渡制限株式にかかる割当決議で次丸三番種類株主総会の要否 これがちょっと意外なんです。あのね、左側の方に、左側の方に、ね、14で平成27第三者割当て、種類株主総会の決議の要否ってあるんだけど、これね、向こうが意図せず無効重要になっちゃったんですよ。なんで、積極的な種類総会決議っていうのが、株主割当て、株主割当て以外、これ2つともちゃんとやって,てほしいんです。特にね、えっと、え,特え えっとこれ、ね、えっと、種類損害の用品は見てください、あともう1個は、中2週間の短縮です。19年には1回出てはいるんですけどね、ただ、それも株主割り当てなんで、特に株主割り当て以外、株主割り当て以外って場合、株主割り当て以外の場合、絶対2週間空けなきゃいけないってわけじゃないよね、非公開とか、えいらない場合もありましてね。 どんな場合2週間の論点があるのかってこととその処理の仕方見ておいてくださいねじゃあ次上から2つ目係数関係係数関係まだ出てないのは意外なんですが資本の減少で普通決議取り替え設置で,できる場合これはまだ出てませんそしてその下2つこれも意外 準備金の組入れ資本組入れ剰余金の組入れ両方とも出てないで次株式関連左側見ると取得請求が出てるのに右側取得条項と全部取得条項が出てないまた左側分割償却来てるのに併合と無償割当てが来てない一番下 本支店関連です、右側、本支店え、支店の登記での本支店一括申請、これはやる、やらない、任せますえ、結構マニアックなところです、本支店一括申請はやる、やらない、任せます、やると決めた方は、8ページ、9ページで内容の説明と申請書を1つ作りましたので、やると決めた方は見るぐらいはいいかもしれません、全くやらないと選択でもいいかもしれません、去年出てますからね、本店登記か。次、10ページお願いします。 で10ページ、無効自由の分析で過去問解く時間がある方は見ないでね見ないで過去問解く時間ある人はで過去問解く時間がない人は一度出ている無効自由は見ておいてください、ここに載ってるものはねでどんな方でも絶対やってほしいのが真ん中その他、過去に数回出ている無効自由1つ目、監査役の兼任禁止。 どこと兼任できないか子会社とどこできないかこのあたり相当細かく見ていいと思うんですえかつては使用人との兼任禁止ここまで来てますなんで結構細かく見て監査役取締役だけじゃなくてね使用人レベルまではいで次にその下 大取りの予選付加5回来てますでこれ過去問の分析をしていた人は28年気づけるんですよあ大トリが来て先のこと決めてるなと先の大トリ決めてるってことはメンバーが違ったらアウトだよなとあの論点あるかあやっぱり今年もそうだって気づけるんですあと個人的に怖いのが一番下です 上制限の設定と募集株式発行を絡めてくる、ちょっとだけ内容を説明させてください、一番下の実験率見てください。一番下に、株式の譲渡制限設定決議日、これを5月1日とします、5月1日。で、一番右見て、一番右、株式譲渡制限規定、効力発生の予定日、これを7月1日とします。 で真ん中、間ね、この間で、例えば、募集株式の発行決議、6月1日としよう、六月一日で、募集株式の交流発生6月30としよう、6月29としよう、6月としよう。この場合ね、間に募集株式が入っちゃ,っっちゃうとね、後ろの譲渡制限の設定がアウトになります。というのは、ここで株式買った人は、 特殊決議に参加してないんだ特殊決議に参加してないのに譲渡制限はひどいだろうと。でね逆の,逆のパターンもあるからこう覚えておいて後のものがアウトになる後ろのものがアウトになると覚えておいて。 ちょっと伸びて申し訳ございません十一ページお願いしますすいませんこれからの学習についてというところで一日一問不等法が小答法が解くもしくは土日は一日二問もしくは一日二問しっかり解いていくやっぱりできるだけ多くこの時期から解いた方がいいです 働いている方であればどっちか1問がどうしても精いっだと思うしそれ以外は卓一に当てるべきですでその代わり土曜に関しては2問いきましょうで、かっこいい定規の素材はできるだけ囲むこと1本試験の問題形式になれる2本試験独特の雑さになれるいろいろありますあの上から4行目平成21年すごいですよ あの株式会社マンゴー国ってふざけて名前出したんですよふ段ね後ろの方であのマンゴー国株式会社の名前買ってるんですよみんな思うよこれ名変だって <laughs> 名変だってみんな思うのにどこ見てもないんですよそれもうしれっとすいませんご職でしたとふざけるなとあのねもっとひどいのあるからね,あのね23年十三年不登校ね不動産の,あのね不動産の表で見たらね工場もう人生終わったと思うよね 向上程度だって思うじゃないですかもう人生終わったと今年目録かと関係ないのねなのでまずこういった雑誌になれるために絶対囲まれてほしいんですでそれ以上にやってほしいのが丸三番不当法小灯法を一気に解いて一気に解いてどっちか難しいかを判断するでどっちからどっかを考えてどっちを丁寧にやるか決めてほしいんです で例年不当法か小統法どっちかを難しくしてどっちかは取りやすくします例えば去年は明らかに不当法が強すぎて小統法事実関係抜いてます物語途中絶対抜いてますあれだから例えば不当法でこれダメだって思ったら小統法で稼ぐんです逆に不当法が取りやすいって思ったらもうそこで30点いくぐらいまで頑張っちゃう だからできれば一緒にやってセットで1時間50分で次、括弧さん記載方法の訓練をすること自覚明瞭今までの答案の,え当連の答案を見直すで明らかに読めない字はないかにどんな状況でも以下の部分は明確に書く訓練をする。 日付と人の名前ですもう役にね取り締まりの締まりが締まってなくてもいいもうね分かってくれるから締まってるってでもね田中だってことは分かってくれない日付も分かってくれないだから日付と人の名前もうそこだけは丁寧にするんすようにしてで括弧4定規なしで回答する訓練 一番下、今年の受験案内でこうなってます定付箋なっき入れは机の上机の中にはおかずと書いてあるんですでおそらくねほとんどの会場では定規認められると思いますでもこういう堅物が来ちゃったら終わりねこれから定規を出した人はこの場で失格としますこのようになった場合もしいつも定規でやってる人ってね大混乱しますよね だから万が一に備えて定規なしでやってみてん定規なしのフリーハンドはきついいいのがあるんだ絶対に机の上に出せてでしかも絶対問題がないのが一つあるんだ受験票あれ置いたらだめって言われないよねあれ絶対置きますよね 自分の受験票をまず使うと今から使うと破れるからまずはがきからまずはがき年賀状使わなかったら年賀状を使っての役員図を書訓練しましょうできれば家でやったほうがいいよ自習室でやってるとねああの人お金ないのかなとかやめろやめろでも練習はして悪いことは絶対ないからぜひ定規なしの練習やってくださいいろんなとこ言ってますけど一応これ突っ込むとこあるからね定規は机の上と中に置かずって言ってるんだから こうけけるはずだけどただね使う時って机の上に置くからやっぱダメですからねだから本当に多分いけるけど練習していけるけどねじゃあ右側4番本試験の会場で絶対守ってほしいこと1つ目記述は必ず枠内に記載する枠外に記載するな0点を確保してください次記載の欄を間違えた場合はそれが分かるようにすることかつて本試験で 一覧と二欄、商業の一覧と二欄が表裏、完全に逆を書いてった。逆を書いてあった。で、それ9段、残り3分、4分。必死に書き換える時間はないから、もうね、一覧でお願いします、二覧でお願いしますと書いて、その方、受かりました。保証はない、保証はないけども、万が一そうなったらそうしてください。次、平成30年の使用試験受験案内、括弧5。 禁止答案用紙の回答欄に受験者の氏名または特定時の答案であると判断される記載がある場合そのものの禁止答案は採点されませんだから自分をほのめかす言葉を入れないでもっと言うと事件関係者と関係ない名前をどっか書いちゃうと怪しまれるよ何かっていうと結局向こうはねあのね答案があるじゃないですか答案があって左側に線があってそこから左側ね切り落とされるんですよで右側の方にね 僕だよってマークをつけて採点官と通報 <laughs> いるんだ他の試験やめな,やめな,やめなあのいるらしいのでだから変なことは書かないのがいい絶対名前だダメだよ自分の名前絶対書かないで <laughs> 次枠外しを過度に恐れるな枠外しすると0点かっていうと私はこれノーだと思ってますここ2年間見る限り枠が外れても名変じゃない限りは採点されてます もちろん外した分は減点されるよでもその後バばっさりはいかないだから枠外しを恐れて答案を書くのをね抑えるだったらもう書いちゃいましょう次解けないと思って諦めないこと基準点がどれぐらいかと表がありまして真ん中記述式の基準点大抵ここ最近は34とか30.5ですどっちかやられてもどっちかでなんとかできるんです 伸び伸びになってごめんなさい十三ページお願いします、えー、本試験で起こりうるトラブルと対処法一、不当法の物語が読み取れないもうそうなったら早い段階で消灯法に行ってくださいはまるぐらいなら消灯法に行ってください 時間かけけるだけもったいないなで弧に明らかに知らないひな形が出た不当法誰も書けない抵当の信託誰が書けるんだと不当法は知らないひなが出た場合そこは書けないと思って枠だけ外して次いっちゃってでもね表現分かんなくても添付書類は書けると思う税金いけると思うだからどうせ書けないと高く食って で一方違うのが消灯法なんだ消灯法ってかつて監査等委員会設置会社を出したりとか、えっと、組織委員を出しの、ね、もうみんな見た瞬間もう終わったって思うんだけどでもね結局登記事項を書くだけだから書けなくないんですよ。で大体あの消灯法ねでっかい一文にして書けないひな形出したりしますよね例えば一覧二覧があってねあの一覧を一般社団法人の合併誰書けるなんてんなるそれ だからあれはかける方向で持ってくるはずです次括弧3不当法が崩壊することが判明した今の本試験って一二三と分けて独立させてますだからもう一覧がダメだと思ったら二覧三覧勝負にするで特にね29年の問題って一覧二覧が崩壊してもね三覧が陳謝権の登記と同意登記 あの3欄だけ当時ね1415点いってるんだよだからもうこの欄やられたと思ったらもう別の欄で勝負しよう括弧4期日が終わらないことが分かった丸手不当法、えー、添付書類と登録免許図を飛ばす えまあそういう考えもあるんだけど私これはノーというのが今の意見です添付処理と登録免許税を飛ばすのは私はノーだと思っていますあの右側のページ見てください参考資料、えっと、添付処理登録免許税を記載しなかった場合何点になるか添付処理のミスも一点原点とする例えば1件目ってやつね上の枠見て添付商法と登録免許税全部で7点範囲点で全部間違えたら何点になる0点ね下 こういうい採点基準だと4点くるんですよで私が思うのはここ最近の本試験特に2年ここ2年で基準点が下がってるんですよ採点基準が下じゃなくて上になったと思ってますだから例えばね個人的に思ってるのが一覧二覧三覧があって一覧二覧三覧全部中途半端になるんだったら一覧と二覧を完璧に作ってしまう三覧捨てた方がまだましじゃないかと思ってます 後ろの方で早くしろと手ついいてますごめんなさいえ次、不当法、2個目のポチ、1件目と2件目で分かれている場合、これってね、1件目だけで勝負するのも一つの手です。もう終わんないって分かった場合ね。でただ、1件目は全部資料読んで、×、途中まで読んで判断する。とりあえず保存と分かったから所有権保存と書いてみた。あとから名変が分かった。終わった。 こうなるから1件目の情報は全部読むことね消灯法同じように1件目2件目分かれてる場合1件目に勝負をかける次登記できると分かったことで書き始める全部、えー、判断してから書くんだと終わんないから次役員図は作らない印鑑証明は捨てる、あのー、役員図書いて得られる効能は印鑑証明と決議要件です あの権利義務っていうのはその都度書けばわかります。もし決議要件で誰誰と誰誰が賛成してるってなったらね、もうそれはちゃんとやって。でもそれがなかった場合、もう役員図作んないでやってみて。これも練習してみた方がいい。次です。すべてを適法推定してとにかく書いてしまう。えっと右の方に参考資料を作りました。 これ何かっていうとう左側が無効自由がありますよとそれを書いてくださいねという指示があるかないかと右側じゃあ実際、無効自由が何個あったかというのは載っているんです。するとどんなに多くても2個なんですね。で最近1個なんですよ。もしだよ、もし2個見つかったらあと全部適用ね。あ,あと全部適用。でもう1個のにして大体適用。やっぱりね悩んで書かないのと書いてしまったけど間違える。 やっぱり後者の方が点はいいはずです大体これで終わったか15ページ16ページのほうにいろんなことを言うときましたまあいろんなところでねあの見る言葉はと思いますあの画面の方もねあの見てやってください思いが 手に宿ったようですどうでもいい、えー、15ページのところ、もう本当にいろんなところに言われます、最後まで諦めるなということね、いろんなところに聞きますで、同じことですか私からも言わせてください。3人ほどいまして、同じクラスでした、1人は一発で受かりました、もう1人は2発でした、でもう1人が4発でした。 私から見てその人たちって1年目の成績は大体同じぐらいだったんですでこの人たちって1年目の、ね、点数が本当に3点とか6点ぐらい下がったんですよ本当にあと役員1人書いてればあと何か1問書いてれば違ったと思うんですこの方は独立してますもん。この人が受かった時にもう独立してます本当にあそこで 1>, 1人書いてるか書かないかでこんなに違うのかって思います一番左後から5行目7月1日本試験で3つほど書きました普段から点が取れてる方は1行目微妙だなってことは真ん中微妙だって方は真ん中ダメだって方は3行目お好きなものを読んでください以上で私の話をしたいと思います では最後に例年の話をして終わりにしたいと思います右のページの一番上を見てください私は卓一担当ですが誰も言わないんでやらせてください何かというと責任は取りません同じ正解番号は何問続くか気をつけて25年の午前卓一5問来てるんだビビったと思うんだよね同じ番号がね4つ来た時から、ね、もうビクビクすると思うんですで5期来た瞬間もう俺終わったとっ思うんですよ 5個まで割るからね5個まで割るよでも近年のね通説はいつだ通説は通説は3大体3ですもっと責任取らないものがありますその下正解史の分布どの足が何問正解あったかえ10年間統計を取っていましたえ心を折りそうなものがあります例えば23年の午前とかって結構平均なぁなんですね でまあ、その後一番下に、ね、10年合計が出てますすると、まあ、多いのが2つありますよね、えっと、足の2と足の4ですすると2と4ここ平均とると8.38.3約8問が2と4だっていうのは分かりますただですただですただでここ最近の足の2の数を見てほしいそしてだここ最近の足の4の数を見てほしい分かるか 一番下見てくれ5年の平均値3年の平均値ここ4と2を見てほしい分かってくるねここ最近4が熱いんだ <laughs> では最後にいつものことを言って終わりにします悩んだら4を選べ 2>, <laughs> 2はやめてあ一1はやめておけ1はやめておけ <laughs> 以上本試験出陣式でございます 最後までご清聴ありがとうございました。